ジムで全身びしょびしょな。新しい家族ができました。サイズアップです。ブラック日課先生 2.7リットル、まあ4リットル買いたかったけど重たいから炭酸もあるし、次レンタカーで買いに行きます。ジムでクタクタや。どうホルホルモンシーフードホルモンします。これ豚の細切れとエビとイカ、細切れ青ネギないのが残念やけど、これもさつま揚げみたいな、今日中に食べなあかんから、これでこの余り食材で素晴らしいハイボールパーティー始めたいと思います。昨日買ったこのグラスで鼻かゆい、かゆみチクチクする、アレルギー性感じる、かゆいよ。まずはこのシャレたグラスでちょっと濃いめ、これ全部乾杯。ローホル、これローホル、ローホル、あっ、よし、うわ、すきっぱらにハイボール効く。ボール最高。ニンニク、プレミアムニンニク。アラフィフは胃腸のために控えめにします。よいしょ、繰り返して。青ネギ欲しかったけどないから、あるものでいただきます。もう幸せ、究極の幸せです、ほんま。これ追いキャベツ、贅沢にローホルのホルモンとエビとイカ、このニンニクのかけらも、うん、この残っている豚肉細切れとさつま揚げみたいな、うん、ここでお汁追加したところで豚肉の細切れ投入です。次ちょっとレモンチューハイにしてみようかな。これこれこれ、あれちゃん、そこで可愛い子が、いただきます。
うん、おいしい。これちょっとわ、2.7 リットルの、酔っ払ったらいつか絶対こぼしそう。うわ、やっぱこぼすわ。なんとか対策ねって、なんかポンプ買います。ポンプかこの小さい瓶に入れるかして。酔っ払ったら絶対こぼしそう。蓋閉めてジャーとか泣き見るから、そのところでアグラとハイボールと私とローホル。いいかな、ちょっと凍ってるけど。ここにうどん投入すんねん。うん、噛んでくる。いや、インスタ映えじゃなくて YouTube 映えする動画は無理や。おしゃれにしたいのは本音、おしゃれにしたいけど。これ余った。天ぷらセットが590円もして。めっちゃまーん、レッドの通過姿だけですごい綺麗。レッちゃんが綺麗やね。こんばんは。これここに捨ててと。あ、ちょっとなんか垂れてきた。レッドやめて、危ないからほんま。レッド、もうゆっくりしてよ。もうやめてよ、レッドゆっくりさせてよ。いけずせんとって。うわ、この状態で立ち飲みきついねんけど、レッちゃんがすごい。うわ、めっちゃ綺麗、かわいい。めっちゃかわいい。あー、はい。レッちゃんごめん。ほんまレッドすごいスタイルいいね。